本日はまず基調講演として小峯和明先生にお話をいただきます時間は35分ということでお願いしておりますそしてその後各官の狙いについて染谷智之先生春尾白根先生金文京先生に15分ずつお話しいただきその後質疑応答という流れで進めてまいります先ほどチャットの方で質問のグーグルフォームの URL が送信されましたご質問はあの適宜その Google フォームを使ってこちらにご送信いただければと思います、えー、それでは小峰先生どうぞよろしくお願いいたします、えー、ご紹介いただきました小峰ですおはようございますニューヨークではこんばんはかと思いますが、えー、とうとうオリンピックも始まってしまいましてまあ、研究の国際化を考えるちょうどいいタイミングかと思います、えー、時間が限られていますので、えー、簡単に えー、今日の私,私の話の順番としてはこんな感じの、えー、順番ででお話しできればと思いますまず今なぜ東アジアが問題になるのかということですが先ほど、えー、イ・ソン先生がご紹介されたとおりでありまして、まあ、日本は特に少子高齢化という,こう人類史上未曾有の事態に立ち至っておりまして、まあ、その結果として えー、大学院生が激減化し,していること結果として学問の、まあ、将来の継承存続の危うさというのを非常にひひしと感じさせるわけですでその結果としてあの海外から留学生にも依存せざるを得ないでその結果としてさらに国際化あるいは学際化が将来されてきているというのが、えー、現状かと思います。 で特にあの、まあ、日本文学、まあ、かつての国文学あるいは日本史国史一国内に限定した内向きの研究ではもう立ち行かないことがもう明らかになっているにもかかわらずなかなか現状が、えー、改善されない面もあるということで、えー、これを何とか打破したいというところが、まあ、そもそもの出発点であります。でもう一つには、まあ、グローバル化に伴って、まあ、英語が世界共通語化し,しており まあ普遍語と言っていいような地位にあるで一方の日本語その他の言語はまあ地域語現地語として、えー、あるわけでまあその地域語の文化圏というんでしょうか地域語との連携を分かって、えー、新たにその文化を考えていく必要性を非常に感じるわけです。でまあ特にその広域の文化圏というのを、えー、想定した場合に、はい、あのアジアにおいては漢字漢文の文化圏 でこれを使っていたのはやっぱ地域としては東アジアになるだろうと、まあ、こういう展開で、えー、結局漢字漢文の文化圏という枠組みをせ設定して、まあ、具体的には中国朝鮮半島日本、まあ、前近代においては沖縄は独立国でしたので琉球、えー、そしてさらにベトナムまで視野に入れるということですねでもちろん周辺の、えー、チベットモンゴルあるいは日本においてはアイヌ 非漢字漢文の文化圏、えー、とまあ隣接しての,あの交流の問題も一方にありますけれども、えー、とにかくその国民国家間に収束しない研究の地平の開拓を目指したいということでありますまあ地図のイメージから言うと、えー、こういう感じでなるかと思いますで特に金、えー、文教さんの漢文と東アジア訓読の文化圏をはじめ、えー 非常に注目すべきあの研究がいろいろ出てきておりまして、えーまあ、これらを踏まえてさらに新たな展開を目指したいということでありますが、まあ、私も、えっと、東アジア関係の本は、まあ、いくつか出、えー、しておりますで、えーまあ、この東アジアを考える場合の前提になるのが東,東洋東洋学の意味がありまして、えーまあ、西洋に対する東洋というところから二項対比的に えー、出てきたわけですけどもこれ東アジアと東洋のまあ最下というのはど,どこにポイントがあるかというとやはりインドかと思います。でインド学仏教学というのは東洋学の一つの根幹として、えー、展開してきたわけですが、まあ、これはやはり明治の近代の、えー、廃物奇釈の打撃から立ち直る仏教学の近代化の結果として欧米の宗教学 えですね、オシアに入れて、まあ、インド古代のサンスクリット語の原点に訴求して、えー、中国のバイアスがかかった簡訳仏典中心へのまあ反省から研究が展開していったということでありますが、えー、しかし近年はそのインドの原点がもともとない東アジアで独自に生み出された漢文の経典類、えー、例えば「大乗祈神論」に代表されるような。 そういうい漢文経典がまた再注目されているというのは研究の状況でありましてこれらの,その漢文の経典は擬教というふうに言われておりますがこれはその疑うとか疑問の擬ではなくてやっぱ偽する天石に偽する意味の擬教という表記に私はすべきだというふうに主張しております。で東アジアというのは要するに東洋学の基本路線を継承しつつも さら、えー、に近隣諸国との交流や政治経済的文化的な課題にい、まあ、わば焦点化して、えー、地域学として再生してきていると、まあ、あくまでも文化概念の創始としてあると、えー、いうことですねで、えーまあ、東洋学の変質から東アジア学が,学が始まってきているというのは現在の、えー、状況かと思います。あ ちょっと動かないです。なかすみません、ちょっとフリーズしてしまいました。あ、そうですみません。はい。すみません。で、えー、まあ、東洋と東アジアの際というのは、インド、イスラム世界を含むかどうかという、えー、違いからあるわけですけども、 ちょっと的・総念的な世界観として、まあ、東,東洋というのはあったと思いますけれども、えー、その東洋学の形成の、まあ、前提としては前近代におけるいわゆる三国世界観、えー、インド中国日本という、えー、捉え方がまあ前提にあったと思います。でしかしその内容を見てみますと東洋哲学 東洋思想東洋史東洋美術という分野は、えー、確立しましたけれども東洋文学という範疇は結局なかったってことですねだかいかに文学というのはその国文学というナショナリティに基づいているかというまあこれは言語が違うという問題がありますけれども、えー、そういうところに一極しているというのはよく分かるかと思いますでその結果として国文学と、えー、漢,学漢文学が分離していってひらがな文学中心史観ができていったと。 ここういうううういいのをもう一度見直そうということになるわけでは一方でこの東洋哲学思想を文字通り横断したあの大変な研究も出ていまして、まあ、その、えー、象徴的なのが井筒利彦氏の、まあ、東洋哲学論でありまして井筒説ではもうギリシャより東は東洋だという捉え方をしまして。 えー、イスラムインド東アジアを文字通り横断的にイスラム教仏教道教を捉えるという、えー、壮大なあの学説をまあ展開されたわけですね。アラビア語圏とサンスクリット語圏と漢字漢文部関係をこう包括するという、えー、こういう研究もあるということはやっぱり忘れてはならないだろうと思います。えー、あるいはその柳永信美さんのように、まあ、西洋におけるオリエント幻想から始まって それはさらに東洋における東洋幻想の問題を展開される、まあ、こういう視野もあったと思います。ちなみにその前近代の日本の世界観に関して言いますと、えーまあ、三国間天竺神旦日本、えー、という世界ですけど、まあ、これは仏教伝来のルートでもありますけれども、えー、結果として朝鮮半島が中国につながる形でくっつく形でまあ外,滑され外滑されてしまった。 現実的な交流や交渉あったにもかかわらず、えー、正当な位置づけがされなかったというところに一つの問題がありまして、えー、日本とその朝鮮半島の関係が、えー、なかなかうまくいかないという現状の根本もなんかそういうところにあるかなという気が、えー、しております。えー、右の図図図図はハーバーバドにある日日本本趣趣味味書店図ととと、いう、線 えー、書店図ですねこれを描いたものでこれはインドの地図でありまして、えー、右端にこの真ん中の下が御天塾十六国で一番下の、えー、外枠に終始四国というのがありますがこれは、えー、スリランカです。それから右肩の赤丸をつけましたところにその、えー、東道それから北方の斬ったんですね。でそれにさらにくっつきて高麗がある。 えー、日本列島図はまた別にあるんですけどもこ,こういう地図から言うと日本はさらに小さい属産変動でありますのでもう地,地図で表しようがないというですね、まあ、そういう世界にもなります。それで今この天竺の図がこういう、まあ、うちわというか軍配の形をしていることですけどもこれはこの「趣味線図」と非常に深いつながりがありまして。 えー、こ,れはこれもハーバードの「趣味書店図」ですがこれは趣味線の山頂よりさらに上の天井階から見下ろしたものでこの同心円の円形というのはいわゆる急山八海で海と、えー、山脈が同心円状に重なり合っているというこういう地図ですね。それで、えー、と東西南北にそれぞれ島があって、まあ、そこに、えーまあ、人類というんでしょうか。 そ,ういうのはいそれで、えっと、一般的なのは南の島これが円部台ですけども、えー、この南州人の島の形とですねそれから人間のこの顔の形が一致しているという捉え方で、まあ、逆三角形というか台形の形の、えー、イメージ、まあ、インド地図のイメージっていうのはまあここから来てるということなんですね、えー、それから一方日本列島の地図として注目されるのはこの金沢文庫の えー、鎌倉時代末期の日本図で、えーまあ、これは黒田秀夫さんの本で有名になりましたけども、えー、日本列島をこう竜が取りいいてるです、ねでえー、残念ながらこれ西日本しか残っておりませんけども、えー、注目されるのはこの、えー、竜が取り巻く外側に、えー、世界が描かれているつまりこれは日本を中心にした、えー、当時の世界地図だということでこれ、えー 羅刹国とか琉球とか猛虎とかですね、えー、周辺の国々も、えー、書かれてるということで非常に注目される地図ですがこれはやはり、えー、いわゆる普通に見るあ、あのー、おそらくこれは江戸時代のものですけども、えー、この本州の北部で竜が尻尾を加わえてる図だったと思います。えーでまあ、特に前近代の 東アジアを考える場合に、はい、この逆さにした地図ですね。えー、これも網野義彦さん以来有名になりましたけれども、えー、この逆さでやっぱり考えるべきだろうというふうに思います。日本,あの日本海がちょうどいき内海のようになりますので、つながりが非常に見えやすいということですね。それから、えっとまあ、この東アジア研究で一番問題だと私は考えているのは、 東アジアの文学史というのはいまだに日本では書かれていないということなんですよね。問題史さえされていないんじゃないか。一方、中国では、まあ、あの代表的なのはあり他にもまだありますけども、王、えー、行平さんとか張徹春さんとかですね、いろいろ出ております。張徹春さんのも教科書版として版を重ねるぐらいですね。それから,それから韓国では長、えー、東一さんの 文学史比較論というまあ、これいろいろ批判があって問題があるようですけれどもうんでもともあれこう,いうこういう形で東アジアの文学史はまとめられているということの意味はあると思いますので、えー、やはりこの今後の東アジア文学史構築に向けての、えー、研究が必要だというのを痛感しておりますで、この東アジアを捉える場合のキーがまあ漢字漢文の文化圏ということで えー、ありますけれどもおそれは単に漢字とあの漢文だけではなくて、まあ、それをもとにしてその漢字から逸脱していくその漢字をこうやめる動きですねそれも併せての漢字漢文文化圏として見るべきであると、まあ、いわば中国化と脱中国化ですねこの双方の拮抗し合うところからこの新たな文字が東アジアでそれぞれ生み出されてきて。 えー、それぞれこう独自に展開していってるその全体の動きが問題だろうと思いますで日本はとりわけ早くて10世紀にはもうひらがなカタカナが確立して使われているベトナムはこれちょっと説がいろいろあるんですけどもまあほぼ134世紀頃には、えー、中ノムという新たな文字が作り出されてきてから朝鮮は15世紀にハングルということですね えー、しかしこの文字があの変わったとしても、うん、漢語の語彙そのものはずっと今も生きてるわけですのでこれは決して全近代のだけの問題ではないということであります。それからもう一つこの漢字漢文の問題として考えた時はやっぱ漢文の訓読というものですね。まあ、これは金文教さんをはじめ訓読論というのは非常に盛んなってきて、えー、十分認識されるようになってきましたけれども えー、これはやはり私などのように外国語ができないものにとっての大変便利なありがたいこれは、えー、方法でありまして、まあ、その外国語を外国語として対象化しないでそのまま日本語として読み替えてしまうという大変アクロバチックな儀礼と言っていいような翻訳方法でありまして、えーまあ、これによって逆に言えばあ漢字漢文であればどういうふうにでも読めてしまうというですね そういうい、えー、方法であるでしかもこれはあの訓読というのは日本だけではないということなんですね。これは朝鮮でも、えー、ベトナムでもそうであったということで東アジア文化圏にやっぱ共通する手法としてあったということですね。それからもう一つ日本ではさらに注目すべきはやっぱ訓読によるその訓読文ですね新たな文体が生まれたということですね。 で和歌を中心にした源氏物語に代表されるような和文体だけではなくて混尺、まあ、に始まって平家物語とか北条記とかこういうのに代表される訓読文体っていうのは生み出されてきた。えー、ということはやはりあの漢文訓読の問題として、えー、見ていく必要がある。で特に平仮名とカタカナそれから、えー、漢字だけだけどもそのいわゆる漢文とは違う学文です。 まあえー、こういうあの文体表記もあるということですね、まあ、そういうのを合わせて見ていきたいで、えーまあ、現状として言えることは東アジア文学研究の個々のまあ問題点としては、えーまあ、中国古典というのは日本では非常に意識されていて和解、まあ、比較文学界というのも、えー、活発に活動しておりますけども その場合にどうしてもこれは中国から日本へという一方通行的な需要論にやっぱり終始してしまうでそうするとそれは結局内向きの、えー、日本へに回収されてしまうだけであろうということですね。それから、えっと、琉球文学沖縄をあの日本としてどう位置づけるかっていうのはこれ一対一対応で考えると非常に難しい問題がある。 やはりこれ東アジアという広い視野からです、ね、位置づけ直すべきだろうということです。それから何といっても問題だと思うのは朝鮮半島の文学へのやっぱり無視あるいは無知無関心ですね視野が欠けているということです。えー、日本で結果としてそれはやっぱ排除することになるのでやはりいかにその朝鮮古典を身近なものにしていくか捉え直していくかということがやはり非常に課題だろうと思います。 それからさらにあの漢字漢文の文化圏としてベトナムを位置づけていくベトナムはちょうどその仏教においてもあの南アジアの南田仏教と、えー、中国から入ってきた北田ですねそれがこの出会う場所がベトナムでありまして漢字漢文のまあいわば南限がベトナムであるということなんですねまあそしてその漢字漢文の文化圏っていうのは決してその文字 え文章だけではなくてそれは文化全体に関わってくるわけでまあとりわけまあ律令かつての律令もそうですしそれから特に大きいのはやっぱ宗教思想上のまあ儒教仏教道教から16世紀にはキリスト教キリシタンも入ってきますね。こういうものを合わせてこう総合的に見ていくえあるいは縦書きの文化とか音楽における楽器とかあるいは食文化では お米を箸で食べるとかですねお茶とかまあその他いろいろ非常に共通性があるということです、まあ、ちなみにハングル交じりの文章っていうのはこんな感じの、えー、もので,でも漢字かな混じりと非常に対照的に見られるそれからベトナムのこれは漢、えー、ですね、えー、それから中のもですね一見すると漢字ですけどこういろいろ部資を 音訓をやっを組み合わせているということですね。えー、ハノイの、うん、漢文資料センター、ハンナム研究院ってありますが、ベトナムで表記するとこういう陰研究官なんてですね、まあ、こんな表記になるそれから、えっと、比較文学論と、それから 私はあの交流文学というのはわせて見ていくべきだというふうに考えていまして、えー、それが特に比較の方法論としては A と B を比較する場合だいたい A から B を見てここが違うあそこがどうだという一方通行的な比較論で終わっちゃう場合が多いんですけども今度は逆に比較された B から A を見たらどうなのかというですねは双方向からの比較検証が必要だろうでさらにそれは1対1の AB だけではなくて えー、C と D を混ぜてですねそれぞれをこう交差させて、えー、比較していくという方向が、えー、今後比較文学の方法論としては必要だろうというのを感じておりますそれからもう一つは交流文学はまあ、えー、とりあえずは多文化交流あるいは異文化交流を、えー、考えておりまして、えー、やっぱり双方向から見ていく必要があるそれから えー、歴史学と文学研究の大きな違いと思いますが、えー、歴史実態に還元されないいわば例えば菅原道真が中国に行って都道天神になったとかですね楊貴妃や白楽帝が日本に来たとかこういうなんか、えー、現実にありえない言説や説は物語をなぜ作られてそれが意味を持ったのか。 えーまあ、キビのまキビの絵巻に代表されるような、えー、そういうこの幻想の異文化交流,交流っていうのを合わせて見ていきたいというふうに考えています。で、えー、とてもこれ一人ではできませんのでやはりそれぞれの分野の専門の人たちとまさしく交流し合ってですね交流文学のためにはあの研究者自体は交流しなければ、えー、成り立たないわけでして、えー、複数の研究会を、まあ、同時並行でやっております。 えー、まあ北京にコロナ禍の前までは毎月行ってましたので、えー、北京で後で紹介する「釈子源流」っていうのを読んでますそれから朝鮮古典朝鮮漢文を読む会それからベトナム漢文を読む会、えー、琉球古典を読む会琉,琉球の会は今ちょっとお休み中ですけどもまあこういうものを同時展開して、えー、白木周遺伝っていうのをあの、まあ、朝鮮古典の 起点に位置づけられるものととしして、えー、まとめまめたそれから「海東高送伝」ですね「高麗時代の送伝」をまとめ今朝鮮時代の「野壇」という、まあ、日本で言えば説話集のようなものを読んでおりますそして、えっと、中国で展開してますあの研究会の中身はあのこの「釈子源流」という、えー、テキストを読んでおりまして、まあ、これはまだ一般の文学史としては十分認知されてないものですけども えー、15世紀の明代に作られたものでこれはあの全400段から夏あの非常に量の多いもの規模の大きいものでして前半はおさがさんの伝記ですね仏伝そして後半は中国に仏教がいかに伝来したかというのをたどるというような形で,でしかもこの挿絵がついてるというでこれがですねひまさしく東アジアの古典と言っていいように東アジア各地に広まっているのが、まあ、次々と 明らかになってきたわけで,す、ね、でもう特に開版に開本を重ねておりまして当初はこの絵が上に来て下に文章が来るスタイルでしたけども、えー、絵と文章が左右になるものが出てきたりとかですね、えー、それから真の時代19世紀にはさらにこれが改変されて、えー、非常に細かい絵がつくというような形で、ね、これですねこれドイツのハイデルベルグの 博物館にあるので非常に綺麗なこれ後から色をつけてますけどこういう彩色図があります、えー、ワシントンの議会図書館にもありますし古典会で出たもので、えー、やっぱりこう後から色をつけたものがあるようです、えー、でこれは私はパリで偽名で見つけたもんですがこういうものがありますしそれから 特に注目されるのはこの朝鮮版で、まあ、これ現在は定理図書館にあるんですけども、えー、これのこの朝鮮版のこの作詞源流は序文を見ますとですね、えー、その秀吉の朝鮮侵略の後の戦後処理で日本にやってきた正雲という僧がいろいろ戦後処理の交渉をするんですけどこの人が朝鮮に持ち帰ってそれで出版された本だっていうのは分かります。 ででそれがまた現在はその日本の天理にあるというですねこういう本の動きの、えー、興味深いところがあります、えー、それでさらに朝鮮半島ではあのこれを作詞原理をもとにしたハングル版ですね、えー、完全にだから訓読本が出ておりまして本によって随分その訓読自体が違うようですそれから「西域中華解凍物素原理」というのがありまして 源、まあ、流のののの続編の朝鮮版のようううな感じですすね、まあ、こういうのも出ております日本でも17世紀に和国本が刊行されておりまして、えー、これはただし絵がついていないんですねで中国の説ではあのこれが一番原型だったろうと言われてますけどもまだ詳細はよくわかりませんこの元のものが見つかっていませんので和国,和国本しかないんですね でさらに注目されるのはこの扉のこの、えー、四軸のこれがですねベトナムで出した本と共通するんですねだから版があのちょっと似てるところがやはり注目されるところですそれからさらに注目されるのは、えー、と日本にこの釈子原理がいつ伝わったのかはっきりしませんけども、えー、16世紀の,このその狩野元信が書いた清涼寺の釈迦堂縁起絵巻というのがありまして あのこれの絵がですね、釈子原理をもとにしてるっていうのは、美術史の方でえ言われておりまして、まあ、これは明らかだろうと思います。まあ、こうちょっとサンプルあげておきました。まあ、ですから、16世紀には日本に来ている、もう非常にこれ、共通性を感じさせます。それから、ベトナムですけども、えー、これはホーチミンのお寺の調査行ったときに、 えー、そこのお坊さんからあのいた,だいた資料なんですけどもベトナムの中部にバフホンジというのがあってか漢字が分かんないんですけども、えー、ここにその17世紀の漢方があって、えー、これ日本のものともどうも共通するようだということになってきました。それれからもう一つ注目されるのは、あのは、ー ホーチミンのお寺で見つけたんですけども如来欧源図というこれは中国あのベトナムで作られた仏殿お釈迦さんの電気の,のやっぱり挿絵付きのもので明らかに釈迦源流の影響から成り立っていると思いますけども土肥惑化のまあ数点あるんですけどもそのうちの一点はこの、えー、柱台のところに釈迦源流ってついてるんですねこれ全然作品としては違うんですけども、まあ、こういうようなことからも まあ釈示源流の影響度がうかがえる。さらにはその、えー、ベトナムでのあの死の形ですね。ベトナムの死は六八になるんですけども、釈示源流演益国音という国音というのはあの中のむ混じりのまあ死の形式で読み書いたものですね、えー。こういうのがあります。でこれ慶福寺というお寺に。 あるものなんですが当初はこれベトナムのお寺かと思ったら実はタイのバンコクにあるお寺だっていうのが分かりましてベトナム華経がタイに移住してお寺を建てて商業類を集めた、えー、というようなところに、まあ、あったということなんですね。でこれは調査に行った時その清朝の時代に作られた大木、えー、寺石,寺石の,の半本が1冊だけ見つかりまして。 でも中身を見るとこれは中国の復権版なんですよね、まあ、こういうとこからも文化交流のあり方がよくわかるそして近年、まあ、これは河野先生のご尽力によってですね、えー、早稲田の図書館にもなんと富岡鉄斎の急増の作詞源流が古、えー、書店から出まして、えー、この早稲田の図書館に入ったということで,でさらにはあの、えー、芝の増上寺にですね、まあ、これは美術史の研究で えー、言われていたことなんですけどもこの、えー、系統のものが増上寺に回ってしかもその漢方をですね写した本ですね所、えー、写した本も同時にあるということで、まあ、この釈子源流の、えー、日本ではあんまりよく分かっていなかったんですけどもこうにわかにこ,のこういうものはこう明らかになってきてですね、まあ、釈子源流の研究のステージはこれから 上がっていくだろうとまあいうことでちょっと、えー、紹介しておきたいと思いました、はいえー。なんか取り留めもないお話になりましたけども、まあ最後にあの、えー、今回のその東アジア文化講座の、えー、まあ観光ですけども、先ほど李先生ご紹介くださいましたように、えー、今はなき岩波の文学という雑誌でですね、えー、岩波書店の100周年のまああの対談で。 から始まった白根さんとの、えー、始まったこの対談がまあきっかけになった形で、えー、染谷さんや金文教さんにも入っていただいて、えー、こういう形であのまとまりました、えー、それ以前の東アジア講座っては大体歴史中心のものであるいは仏教ですね、まあ、こういう系統のものは出ていたんですけどももっとこう広い視野で、えー、文学系も入れてですね、あのー まとまったものであると初めてになったものかと思いますので、まあ、どこからでもいいですので何か関心を持たれたとこからいろいろ読んでいただければありがたいなと思っております私が担当したのはまあ文学研ということで、えー、東アジアのまあ学芸ですね、えー、まあこれを河野さんたちにやられてる文学の根,根本問題としてですね文の学という面からこう捉え返していく。 それから宗教と文学、えー、キリシタンまで視野に入れて、それから、まあ、戦争と文学ですけど、まあ、私は侵略文学というのを提唱してまして、えー、この東アジアにおける侵略の問題と文学との関わりですね、それから歴史叙実の問題、それからまあ最後に文芸世界として、まあ、主に小説の方を中心にですね、 えー、それしかもその間の朝鮮半島にまあ視点を置いて、えー、見て見直していくという、まあ、そういう視野からえちょっと検討したものであります、はいはいえー、小峰先生どうもありがとうございました。あのー なぜ東アジアなのかというこの東アジア文化講座の持つ方向性やもう壮大な世界観をあの短時間にまとめてご紹介いただきました。どううもありがとうございました。